ずっと親指が痛くて今も痛い。ペンこうやって力入っちゃったから。そうね、ずっと書いとったもんね。あ、オンライントーク今日やってるのか。今日からやってるんだ。どういう感じなんだろう。それは何でやるの？リミスタ？ショールームではやらないよね。ああそうだそうだ。ね、全然ね、わからないの。その日その日をもうできてるから。今日はもう落ち着いた。ね、K2 公演見に行きたいけどちょっと体力。今日見に行けたな。行けないわ。行けない行けない。今日見に行けない。ギリギリ行けなかった。初日入って毎月職務で、私ももうちょっとしばらく落ち着きたい。髪の毛はね、いつだったかな、初日のね、いつだったかな、10日とかに染めたかも。焦げ茶なんだけどね、黒っぽくなって。黒かわいいよね。黒のがいいよね。私暗い方がいいよね。往復高速バス、あーね、公園のあれね、あの遠征移動を高速バスは響くね。後日響くね。そう、髪の毛も切って、ここの隙間が好きなんですよ。だから新婚やここの隙間を作って出るぞって思ってたから、ちゃんと切りました。DMM はね、D、あの普通に定点と定点じゃない方3回ずつぐらい見たと思う。合計6回ぐらい見たと思う。で揃ってないところを書き出すんですよ、メモに。もう定点見て、ここが左右で違うっていうところを書き出して、何やってんだろうって思うよ。普通に楽しんで見てた、初日の日は。そう、これからもっともっと詰めていき、気になるんですよ、 A 型だから。違うって思ったら、どうしたのブログの案。日言っとるもんね。いいところ、いいところは各メンバー言えますよ。いい動画は、そうですね、終わり、一旦終わりですね。チームのいい動画、最後めっちゃ良かったよね。あみちゃん上手。
個人的な修正点というか反省点はもうめっちゃあるんだけど、全体としてもあるからそこは頑張らないといけないですね。そう、でも次がもう7月の28日、真希子さんの生誕祭まで公演がないので、あ、体力は持つかな、心配です。そうですね、8月11日とかにもいるよね、ナッキーさんとかだっけ。8月何日かクマさん、昨日ハタゴンさんだっけ、今日か。だからそっか、アミちゃん、ん、マキコさん、アミちゃん、ハタゴンさん、ほののさんとかもいるっけ。まだまだ先か。あ、8月とかはくまさんか、逆だ。海源も、うわー、生誕だね、めちゃめちゃ生誕だね、いいじゃん。いいじゃんってちょっとあれだよね。まあ複雑だよね、生誕祭ってやっぱさ、自分のファンの人が入ってほしいって思うけどさ、きっと新公演入りたいって思うメンバー、いろいろ複雑だろうなと思うけど、一番最後なんでね、回ってくるの私。新公演だったらフェスの一番最後にやったので、生誕祭を1年後に。とかだからちょっと気持ちは楽ですよ。だってきっと今よりは成長してるだろうし、運動量やばい、もうね疲れちゃう、もう本当に頭のブロックでさ4曲やるじゃないですか、もうタンワシシントレームでだいぶしんどいんですよ。だけど心臓もあってね、ずっとドッ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 ドって心臓がドクンドクン、もうね、ドンドン、心臓の落ちサビで心臓こうやってやってもらってるんじゃないですけど、違う、心拍数ちゃうちゃうと思いながらドッ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 ってなってるから、動きすぎて、そう、踊りすぎてずっと心拍数が上がってるから、こう歌い続けるのも結構しんどくてね、
トータルの公演時間もちょっと長いですね、他のチームと比べたら。え、そうなって思った。イエス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 じゃないもん。ノーノーノー。ああって思いながら思ってますよ。あそこは落ち着かないもん。イエス。泣いて入るからもうみんなこうやって落ち着くじゃないですか。もう落ち着けない。あそこはちょっと課題ですね。まだなんかこうもうね難しい。なんかあそこだけやれば普通に歌えるんですけど、4曲通してってなるとやっぱり安定しなくて、公演前にあそこの部分してもらって、だけどそのあそこの部分だけをやれば落ち着いて歌えるんですけど、いざ3、1、2、3、4って4曲通してやるとやっぱりねこう、まだまだ難しいので、頑張ってます。声出していこうじゃ。ずっと二サビ走り回るしね。走ったと思ったらジャンプして。おお。でもね本当に劇場で初めてやった時、初めて通した時は本当にひどかったの。誰にも聞かせられないぐらい本当にひどくて、やばいやばくないって思うぐらい本当にひどかったから、そこから結構変わったので、まだまだもっとたくさんやり込めばきっと良くなるはず。じゃあ私が声大きくなったのは多分それだと思う。そこに声量が必要だから頑張りました。そうですね、声出すのやめると声ちっちゃくなっちゃうから。 Don't judge me めっちゃ好きなんですよ。めっちゃ好きです。必死よ。でもあの曲もね、まあまあね、感想からの落ちサビ、落ちサビめっちゃ歌ってるんですよね。落ちサビじゃない、 D メロ
D メロと落ちサビ、めっちゃ落ち、ドントジャッジミのさ、先へジャ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 テケテケテンテンテレテンテテテンテンテテテテラー天秤にかけられの、もうあそこも必死超必死です、もう超必死に踊ってます。休憩がないもん、あそこ。二サビ終わりで。だから。体力つくね、あの曲もね。そう、マッチョなの。もう極力動きません。お休みの日は。まあ初訪問。やらない時間帯だからかな。ちょっと早いもんね。この時間はね。あなたへとあなたへ。難しいな。聞いてない、メンバーから感想は聞けてないです。ゆずさんも言ってくれればいいのに忙しいですからね、昨日アイドルスクエアして、今日は公演して、いつ会えるの一緒なんですよ。あなたがいてくれる、そう思えるから、ここで私は歌えるんだよ、チャチャラチャラチャラっと。あなたがいてくれる、そう私は どっちか出てくるとどっちかね思い出せない思い出せなくなる。
ね、劇場で見た方が絶対いい。みんなね生誕祭続くので投げれないと思うんですけど、絶対にね実際に見ないと。実際に見たら多分変わると思う、見え方も。みんな多分も声枯れると思う、あのコールしたら多分アトムブロックで枯れると思う。グートバーじゃ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 アンコールヘイ何回もヘイ上がろうぜヘイ認めてないならのかんのかん常に無配信は張り通すヘイそこんだにヘイ Never the try try いやねグーとかねね、ジョキだしじゃんけんじゃないからグートッパーでのグートッパーだからね。私グートッパーのイントロが好き。チャララチャ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 ララチャチャチャプルルルルルルみたいな。よくない？めっちゃ始まる感じが。だるまさんが転んだらジタバタせずに止まればいいのところは真ん中のメンバー2番ね、グートパーの2番のだるまさんが転んだらで真ん中の人がねこう鬼鬼っていうんですかあれは、真ん中のだるまさんが転んだの人を真ん中のブロックの人がやってるんですけど止まるんですよ。だるまさんが転んだらジタバタせずに止まればいいの2回ポーズするんですけど、私のポーズ丁寧に見てください。気づいた？あそこ好き勝手やっていいって言われてるからもう丁寧にご覧。初日限定、初日限定っていうか初日だから、初日だからっていうわけでもないかも。要チェックですね。でも日によって変わると思うから。多分オタクがいる、ただのオタクがいると思う。
ほののさんのダンスもフリー。ほののさんのあそこはフィーチャーポイントなので、面白いです。いつもあそこ何やるんだろうって思いながら見てる。何初日のあの動き、めっちゃ笑ったんだけど。そう、ゲネプロから変わってるから、あの DMM の定点で見てます。お腹空いちゃった。よかった、無事に終わって。中盤曲ですか。中盤曲意外と踊ってるでしょ。私頑張ったもん。お腹減っちゃった。化粧品ぐらいしかないこの部屋。着いた、嫌なんだよね。お姉ちゃんに足太くなったって言われた。やだ、動かないもん。もう私はもう土に帰る。土に帰って落とします、筋肉を。うーん、でもゆずさんがゲネプロ終わりに、うん、カリカリだからご飯食べてってメッセージくれて、あれどこがって思いながら、ムキムキだけど、ムキムキなんだけどって思いながら、移動は全部エスカレーター、エレベーターだもん。筋膜ローラーして筋肉を。そう、最近はでもね、食べるのですらもう気力がなくって、食べるご飯を、もう食べる時間があるなら寝たいって思うぐらい本当に食べる気力がなかったから、落ち着いたかも。今日から落ち着いたかも。またまあ ZEP ツアーのリハーサル始まるんですけど、 ZEP ツアーはまあ
もうこっちのもんですよ。覚えることいっぱいあるけど、覚えるの早いから大丈夫。そういう時にこうつけて言葉開く。に名前をつけて覚えるんですよ。じゃん、開く、波、やめて。Don't judge me とかでもあるんですよ。なんだっけ、だれだれだれ、その方がはいつどこで、だれだの、やきがでもね、だれ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 だのチャランチャンチャランチャンチャランチャ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 ンがめっちゃめっちゃ動きが多くて、チャランチャンチャランチャンチャランチャ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 ン、そういうところにも名前をつけて覚えたりしてます。おもろい。っていうのをカンヤンに説明してたんだけど、カンヤンはあんまりあのない方が良かったみたい。みんなも使う。でもそこぐらいかな、覚えるのに手こずったの。でも一番は落ち着いて高でーってテレレーテテレレーテテティーなんですよ。一個ずつしかない、わかんないか。Gパートを踊るってなっても2番がつくの、振りがさらに、だからそれが混ざっちゃうから名前をつけました、2番に。1番と2番倒しと心臓と Don't judge me も同じかな。ゲゲゲはいいとかも一緒かな。でもそんなないかもね。ゲゲゲはいい、本当に大変です。お縄より消費力ある、恋のお縄より。空調が来て困るくらい、オーイエス、声あげろ。なんか初日さ、ファンの方がさ、めっちゃ名前のコールしようとしてくれてるの感じ取ってた。難しいよねあれ、難しいと思う。
あ、頑張ってるって思いながら見てましたよ。聞いてましたよ、皆さんのコール。聞こえてた。テンポが違うよね。ねえねえ見て見て、今日もお顔が最強とかのところは多分みんながこれならいけると思ってドンちゃんとかそういうコールを入れてくださったと思うんですけど、だけど圧倒的うちらが大優勝、格好悪くてもギャ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 って急にそこから速くなるから、クックグルグテマ、なになに、なに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 、なになに、なになに、イエス、そこがイエスになっちゃうから、名前は難しいかもしれないなっていうのをすごく踊りながらコールをもう薄い、うっすら聞こえてたから、ね、頑張ってるって思いながら聞いてましたよ、皆さんのコール聞こえてた。1曲目が一番びっくりしたね。違いでいいじゃん。みんな。この体のありがとう。ちちちちあーみたいな。ちゅちゅるちゅちゅちゅるちゅる。よし行くぞ。タイガー、ファイヤー、サイバー。1曲目からイントロでコール入れてくるやんって思って。びっくりした。衝撃衝撃的だったわ、あれは。ここでここでって思って、あそっかって思いながらびっくりしたもんね。すごい。目さ、真ん中からさ、メンバーが次々に出てくるのもびっくりした。あれってあんまりなかったじゃん、今まで。ああいう曲に乗せてっていうのがなかったじゃないですか。新しいですよね。私もおばあちゃんの前のね、言う言葉がバックバックなんです。ずーっと考えてたもん、ゲネプロの日も初日の日も。アンコールだけじゃなくなりました、私の私のなんかこう頑張るポイントがバクバク、本当にだから鍵穴でさえもボロボロなのに、もうね、情緒不安定だったよね次の公演もあるかどうか楽しみにしててください。何言おうって、ゲネプロもね、鍵穴したんですよ。もう本当に意味わかんなくなっちゃって、ゲネプロの鍵穴こそ本当にやばい、本当に世に出せないぐらいやばかった。あんなの初めて、生まれて初めてってぐらい
ひどかった。ゲネプロ本当に超緊張したの。なんかね、体内の血管が膨張してる感じっていうの、なんかこう緊張するとさ、なんか体内がえーってなるじゃないですか、うーっていう感じ。筋肉なのかながもうこう限界です、張ってますみたいな感じの感覚が朝からだったの、ずっと。だからなんかもうやばいってなって大岡さんに筋肉が膨張してる感じがするって言っても意味わからない。だからもうこうあのもうやばくて、やばすぎて、体力もだし情緒もだし緊張もやばくて、初日かな、なんかもうね初日だと思う、あの昨日のオンラインサイン会の時に話そうとしてたんですけど、そんなにね喋ったことのない舞台監督さんが携わってくださってる方、 SK2 も携わってくださってた方が来てたんですけど、本当に私本当にまともに喋ったことがないくらいの方だったんですけど、だから私をどういう人間なのか多分そんなに知らない状態ではあったんですけど、もう初日の日なのにこうピンクのソファに寝転びながら他チームの曲を嬉しそうにこう聴いてるのは確かにやばいなって思うよなって思いながらも、そういう精神統一して整ったからメイクしました。初日にプレシャスしてた。そうあるんですよ、自分のねここ整え方が。プレシャスで整った。部活サウナの坂うちのステージはね普通に楽しみましたね。心配より楽しいかかってたかも。よかった、ゲネで緊張しすぎてよかった。そう大川さんにプレシャス流してって聞いたら、うん、ローマ字みたいに言ってから、カタカナカタカナですよ、なんで知らないの。落ち着いてた初日、一貫してって思わない。自己紹介はなんかこう走ってたけどよかった。というわけでランキングを見ます。あ、最後ね泣いてたね。ゲレでみんなの倍ぐらい泣いたから。というわけで1位のありがとうございます、2位ありがとうございます、3位ありがとうございます、4位ジョジョありがとうございます、5位ジェジェありがとうございます、ありがとうございます、8位シュありがとうございます、9位タタタありがとうございます、10位フフありがとうございます、11位ちょちょちょ
ありがとうございます。13位、トトトト、ありがとうございます。ありがとうございました。男女以外の皆様もありがとうございました。またいつか。ありがとう、配信見てくれてありがとう。じゃあねー。